40代になって垂れてきてしまったお尻、今日は2分でヒップアップしていきたいと思います。はい、皆様こんにちは。エアリースタジオベリーダンス講師のナシームです。いつもこのベリーダンスエクササイズをご覧いただき本当にありがとうございます。前回は腹横筋っていうね、一番腹筋の深層部を意識した、キャメルリバースっていうのをやりました。今日はこの腹横筋もしっかり意識しつつ、臀筋、お尻の筋肉を使ったエクササイズをやっていきたいと思います。2分、ちょっとハードなんですけれども2分なので頑張っていきましょう。はい、ではレッスン開始いたします。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、2拍子ですね。フォックス、ドンパン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 っていうアラブのリズムとなっております。はい、では基本の姿勢グッと引き上げて、肩をしっかり下げて足腰幅、まずはヒップアタックからいきたいと思います。内転筋を意識してお尻を横の壁にぶつけるような感じですね。足はベタ足です。少し早めに行きます。せーの、タク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 、ね、上半身が動かないように気をつけてください。で、今日はね、この内転筋ではなくて今動かしているお尻の筋肉ですね、大臀筋、中臀筋を動かしていきたいと思います。大きくお尻を横にフリフリする感じですね。これね、中臀筋、骨盤と大腿骨を固定する大切な筋肉ですね。少し早めにいきます。今日はヒップアップですね。美尻を作っていきたいと思います。早いのに慣れてきたらつま先立ちになってください。両膝はね、このように少し緩んでいるような感じとなっております。早いのが大変な方はゆっくりでも大丈夫です。今ね、左側のようにね、母子球がこう床から離れてしまう、これはね、ダメな例ですので、母子球をしっかり床につけておいてください。この中臀筋は、ね、片足立ちの安定性とかね、姿勢の改善、腰痛予防、ね、ヒップアップはもちろんです。2分結構早いですけれども、きつかったと思います。お疲れ様でした。はい、では解説を始めていきたいと思います。今日は中中心にお尻を大きく横に動かす運動をやりましたけれども、中中心にはシュシュとかチューチューとか、ね、皆さんいろんな言い方がありますけれども、まあ、それは先生の、ね、言い方に従ってください。私は中中心にと言っております。ヒップアタックは内ももを使って外に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 、ね、内転筋を使って、どちらかの膝が伸びてどちらかの膝が緩んでいるという感じでした。でチュチュは割と膝は緩めにしておいて、ある程度ちょっとこう遊びがあるぐらいの緩みにしておきます。この大臀筋、中臀筋、大きく動かして横に横に、特にこう横に動いているので中臀筋が使われておりますので、よく中臀筋をね、意識してやってみてください。ドンドンドンっていう感じで横にずれていく。これがだん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 速くなってきて、お尻をブンブン振っているような感じですね。これ中臀筋は意識してるんですけれども、大臀筋はもうブルンブルンに揺れているようなイメージです。これだん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 速くなってきたらつま先立ちになります。でつま先立ちになってこうお尻を振るんですけれども、この時に床からこの母子球が離れないようにしっかりお尻を床につけておいてください。足が平行だと、こう平行だとね、ちょっとこう足が開いて見えてしまうので、私はこう足をちょっと前後にさせて集中します。そうするとこのね、この足の隙間が見えなくなってきて、ちょっとこう綺麗に見えるので、私はこう右足でも左足でもいいんですけれども、どっちかを前に持ってくるっていう風にやっております。上半身がね、こう集中しててブレてしまう方は、壁などに手をついたり、あとは椅子などを持って上半身がこう動かないように固定してあげてください。でこれ便利なのは、こう前に移動したり横に移動したり後ろに移動したり回ったり
できるのでとても便利なシミとなっております。で今日はフォックスというリズムを使ったんですけれども、シミなのでファラーヒとかあとはマクスムサリアなどのリズムにもとても合います。ファラーヒはドゥカタカドゥカタン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 の拍子、マクスムサリアはマクスムサリア、マクスムが速くなった、サリアは速いのでマックスのちょっと速いバージョンっていう感じで、ドゥダンタドゥンタン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 っていう2拍子になっております。ぜひ実践して使ってみてください。いかがでしたでしょうか。今日チューチューシミね2分頑張りました。結構ハードなんですよね。この大腿四頭筋、前ももも使いますし、ふくらはぎも使うので、これ終わった後ね必ずストレッチをお願いいたします。ナシームの、ワンポイントアドバイスなんですけれども、これね上半身がこう動いてしまう場合は壁に手をついてくださいってね先ほど言ったと思うんですけれども、壁に手をついて、チューチューの練習をする。でそれができるようになってきたら、今度は自分の体をねぐーっと押さえてあげて、チューチューシミしてみてください。そうするとね上半身がね止まるんですね。でそれが、できるようになってきたら、今度は両手を上に上げて、こうつり革をね捕まってるかのような感じでグッとねつり革をしっかり捕まってチューチューすると、もう上半身のブレがなくなってきますので、ぜひぜひやってみてください。はい今日の、動画が良かったなと思ってくださった方はぜひいいねボタンをお願いいたします。毎週土曜日の18時30分に動画をアップしておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、今日は2分頑張りました。無理のないように楽しくレッスンを行ってください。では次回もお楽しみに。